大きくなったな。大輔大豆徳本です。で今日はカピバラの池の島で暮らす、まあ、フサオマキザル、大人のオスになってボス格、その大黒柱みたいな存在になると顔がすごくフサができるって言われる。で今日は、はい、準備してきました。おやつがあ、取ってた第10大きい、あの難しい方の木です。あ、めっちゃ栗好きやん。うん、結構好奇心旺盛で、生意気です大輔。おお、正解です。やった顔が四角くて台形みたいな顔してる、うん、口が絶対三角なんで、うんうん、これがしげる。しげるはちょっと弱め、うん、で、はい、この木の上でずっと待ってたのが大豆。大豆です。大豆はすっごく性格が強い。もうまあ口横でも目が濃いっていうか、あと眉毛みたいな。このフサオマキザルっていう種類は顔の形もなんですけど、全然顔が違う子もいる。なんか性格とかも顔に出やすい動物なのかな、うん、でこの子は、この子大福。大福一番今ちっちゃい、うん、いつも池の中に手突っ込んでますよフサオマキザルは泳げないんで外に出ていかないっていう、まあ、展示場の作りなんですけど、でもその代わり尻尾が器用に使えるんですよね。今一番上に来たのが大吉くんです。大吉、お母さんが大吾って言うから、その息子たちはみんな大がついてます。大吉は結構小心者じゃないですか。いいですね。おお、割れてきた割れてきた割れてきた。ください。なんでキャッチ。おい、なんかあそこ2人で食べてる。あ、上叩いてる。やばい、一個は多いよ。戦んでやろ。入社した当時はおまかつって言って、あの本当に一日見てたっていう休みの日に大吉が栗を食べてます。あら、大輔、なんか口が緩いぞあ、かわいい。見せて見せて、これバナナやん。私あげたやん、さっきさこっちもおるぞこれどんな座り方、初めて見たぞ。写真撮りて。ちょっとじゃあ最後、この子誰でしょうみたいなクイズでコメントに正解を書いてもらおうかな。この子は誰でしょう。ドン、誰でしょう。はい、あの右側の子、動画を戻らずに今思う名前をコメント欄にバンっていきましょう。概要欄の一番下に正解書いておこうかな。めっちゃ開業して、うん、おいしいの、おいしいの。はい、本日は、まあ、佐喜多の担当場所のキワコンゴウインコそうっすキワコンゴウインコの展示場、展示場に来てます。おお、この子たちです。おお、この木に捕まって、はい、あ、あれいないじゃん。よく見たら見える。よく見たら見えます。ここにいるそうです。はい、いないでしょ。脱走したんじゃない。これどこまでこの茶番続けるとそう、バイパーカーの展示場に動物いないっていうはい、よくヒワコンゴインコがいる木のところにやってまいりました。ここ一応まあお客さん来れ、来れる。これはしますね。けど順路ではないね、ここ、はい、いました、ヒワコンゴインコ。今うちにはヒワコンゴインコが、4枚います。1、2、3しか見当たらないです。あっち4いるよ。いますね、あそこに4います。ちょっと赤いのが見える。ぴょっ自由だな。天気が悪い日とかはもう動きたがらなくて展示場にちゃんといてくれる方が多いんですけど、ヒワコンゴインコまず見つける方法、木くずが落ちてる。なるほど。木かじって木くずを落とすので、まずパッと見で分かりやすいオスメスの見分け方として、今うちでは右の羽を切るか左の羽を切る。あ、なるほどね。で、オスメスを分けます。で、ちなみにオスは左の羽を切ってます。メスが右の羽を切ってます。あそこに、まあ、足をちょっといじってるあの子はメスの子で、インゲンちゃんっていう名前。インゲン、インゲンちゃん。どこで右の羽を切ったので、それがさっきちょっと見えたの。ひらがな、インゲン、インゲン、インゲンちゃん。で、で、この子が、インゲンちゃんとペアの子のピーマン君です。ピーマン君。で、ピーマン君は、左の羽を切ってます。と、ピーマン君もう一個ちょっと他の子たちと違って分かりやすい点があって、爪が一本だけ白いんですよ。これね。うん。インゲンちゃんとピーマン君と違うペアのキュウリちゃん。キュウリ。ひらがなキュウリです。メスの子、右の羽を弾翼してます。足が悪くて爪がないんですよね。あ、本当だ、ない。で、あとこの今一番手前にいる子が空豆。違います。枝豆。
違います。ズッキーニ、ピクルス、違います。ブロッコリー、違います。キャベツ、正解です。ああ、当たっちゃったキャベツくんはちょっと他の子と違ってこれといった特徴がないんですよ。ああ、なるほど。インゲンちゃんも言うとしまえばあんま特徴はないんですけど、でもなんかすごいガツガツくるくない？そうですね、結構ガツガツくるで、まあバイパックはもうこんなやってるの、なんか動物がよく天井にいないとかザラにあるので、でも焦らなくて大丈夫です。はい、大体ここら辺におるだろうっていうのはもうみんな大体把握してるので、うん、そこにいますよって言われたら、ああよく見つけましたねって言ったら、うん、なるので今日の中ではもうあのお散歩くらい、うん、動物たちがもうこっちに行きたいって言って展示場からこっちに移動してるんで、動物たちの意思で、まあ、だからこっちにいる方が多分より楽しんでる姿を見れるんじゃないかなと。決して手は伸ばさないように。そうね、近くにいたとしてもこのくちばし噛まれるとやばい、マジで痛いです。あとたまにほらおはようって言ってみたいなお客さんがいるけど、この子たちは喋らないです、ね、うん、喋らない。うちの子たちはもう、うん、あーしか言わない。まあおはようっていうのはいいんじゃない、人間が、ね、全然喋りかけてもらって、うん、喋れよみたいなことはまあ言わないように今回はピュアコンゴインコの選手別でした。大体今さっき言った特徴を見ていただければ多分なっていただけると思うので、まあぜひバイオパークに来た時はちょっとまあまず多分探すところが多分あると思うんですけど、ね、時々見分け方と一緒にあの見分け方もバークしました。やばいでしょぜひ来た時はちょっと難易度の高いピュアコンゴインコの個体識別を、うん、ぜひしてみてください。それではまた来週。あれ寝てんの？